リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理し、損失などの回避、または低減を図るプロセスを言う。リスクマネジメントは、主に、リスクアセスメントとリスク対応とからなる。さらに、リスクアセスメントは、リスク特定、リスク分析、リスク評価からなる。リスクマネジメントは、各種の危険による不足の損害を、最小の費用で、 効果的に処理するための経営管理手法である。近年、リスクマネジメントは経営上で脚光を浴びており、コンプライアンスからリスクマネジメントの時代へとも言われている。背景には次の要因があった。どの会社でも意思決定を行う際は、当然、リスクマネジメントを暗黙的に行っていたと思われるが、近年、リスクマネジメントに対する意識の高まりを受け、 明示的に行われるようになった。民間企業では、例えば環境リスクに特化したり、不正リスクに特化したりして、様々な種類のリスク因子を使って、より高度なリスクマネジメントを行うところが増えてきた。また、これに伴い、従来の危機管理部門を発展させ、リスクマネジメントに特化した専門部署を置くところも多くなってきた。リスクマネジメントとは、 リスクを特定することから始まり、特定したリスクを分析して、発生頻度と影響度の観点から評価した後、発生頻度と影響度の積として求まるリスクレベルに応じて対策を講じる一連のプロセスを言う。また、リスクが実際に発生した際に、リスクによる被害を最小限に抑える活動を含む、大まかなプロセス、リスク分析によりリスク因子を評価し、 リスク管理パフォーマンスを測定し、改善する。保険などのリスク共有によって、リスク顕在化に備えることもある。これらのプロセスは、プロかサイクルをとる。リスク対応の種類には、リスクの回避、低減、共有、保有などがある。リスクマネジメントの甘さが指摘される事例と、その対処例。良い例、ジャパネット高田個人情報漏洩事件。悪い例、 雪印集団食中毒事件。ありがとうございます。